新国海軍旗新国海軍、または新朝海軍は中国清朝の海軍組織である。その終焉は新朝の滅亡だが新朝海軍の創設年は解釈によって中国側の資料では大きく3つに分かれる。この3つは新朝海軍の歴史そのままでもあるので、本校では全てを順に述べる。 1651年、1863年、1866年、1651年、清朝は中国沿岸部を制圧すると、沿岸の防衛と治安維持のために、港南、石江、福建、関東の四水州を編成した。しかし1683年に台湾の明朝残党が投降すると、清朝はあまり海に興味を持たなくなり、海外との接触自体が制限された。 このため、19世紀に西洋列強が再び東アジアに進出してくるまで、水死の組織、装備は近代化しなかった。アヘン戦争時、新朝水死は600層近い軍船と沿岸砲台から構成されていた。2世紀の間変化のなかったその装備では、蒸気船を有する西洋の近代海軍には、歯が立たなかった。だがこの緑栄水死の人員は、 後に編成される四つの近代水師の母体になった。アヘン戦争で、清朝は香港を失い、甲州、アモイ、福州、ネウハ、上海の五港を開港した。続くアロー戦争で、清朝は開港地周辺を除く中国沿岸の治安維持の義務を負ったが、それは緑英水師の能力を超えるようになっていた。一方で、自国の負担を 少しでも軽くしたい列強、特にイギリスの要求は強くなる一方で、ここに、成長も蒸気船を有する近代海軍を整備する、必要に迫られるようになった。1863年、共振脳が編成を命じた、新朝初の近代海軍。1851年以降、太平天国の乱で治安が悪化した、江南の防衛のために、英国海軍の協力のもと、 同海軍のシェラード・オズボーン大佐を雇い入れ、6隻の艦隊と約600名の乗員の編成、運用を任せたものである。しかし、オズボーン大佐は艦艇と乗員をすべてイギリスから調達し、自らの水進を皇帝直属の A、新合同艦隊と定義、旧式の緑衛水進のように現地の特部の指揮下に入ることを拒否した。 これに反発した祖国藩ら政長の特部は、オズボーンの解任と艦隊の解散を要求。1863年10月には早くも解散が、決まりオズボーンは、帰国、艦邸も1865年までに、ほとんど任務につかないまま全て売却された。なお、日本の薩摩藩の軍艦、カスガは、この解散したオズボーン水市から流れてきた艦である。 新国海軍機列強の侵略から国を守るための海軍を外国人に委ねるのはおかしいのではないかというオズボーン水師への批判から各地の特部が海軍の建設を開始した。1870年代までに4つの水師が設立されたが、各水師は新朝皇帝に服属し、海軍我門の指揮は受けるものの、各特部が資金教室の対価として、 自らの水死に強い権限を有した。このため官邸が水死の枠を超えて統合運用される機会は稀だったが、それでも1880年代には鉄製法官、巡洋艦の国産に成功した。核水死は復讐先生局など三加の造船所で建造された官邸を主体に構成されていたが、例外的に理工省が設立に関わった北洋水師は、 成長著しい日本海軍への対抗上、ドイツ・イギリスという当時の二大海軍先進国から購入した装甲艦を含む艦艇が主力となった。1880年代半ばには、この四水師の総体としての新国海軍は、艦艇80隻余り、計8万トン強という当時の世界全体でも、特筆すべき戦力を有するに至った。しかし、水師は、新朝中央と、 地方有力者の政治が絡む存在でもあり、対外戦争では、消耗を避ける運用が優先されることになった。結果として海軍は、地の利、数の利を活かせず、清潔戦争、日清戦争で連敗。前者では、福建水師、後者では、北洋水士が全滅に近い損害を被ったことで、四水師体制は崩壊していった。具体的な歴史は、核水師の功を参照されたい。 日清戦争で北洋水師が壊滅すると海軍再建の動きが高まった。この時期になると組織の縦割りによる非効率さを新朝中央も認識し艦隊再編が始まった。1896年今や急務となった北京天津防衛のため各水師の残存大型艦がすべて北洋水師に集められた。ドイツイギリスへ発注した。 補充艦艇も1898年には揃い、巡洋艦など、機動的な戦力を集中運用できる北洋水士と沿岸警備程度のそれ以外の水士という役割分担が自然に成立した。この時期になると、李工省ら核水士を創設した有力者は皆死ぬか、引退していたため、相対的に増した政治力を使って1905年、 遠征外ら新朝中央は四水市の統合を決定。1909年、官邸は中国沿岸の機動的な防衛を行う巡洋艦隊と長江流域の防衛を行う長江艦隊に再編成され、侵害革命を迎えた。侵害革命では、新朝海軍はあまり戦闘に巻き込まれなかったため、ほぼ全艦が中華民国の海軍に移籍した。 ありがとうございます。